南正晃は千葉ロッテマリーンズに所属する和歌山県海南市出身のプロ野球選手。宇藤右内。妻は歌手の柴田歩美。小学2年時に保守として地元のスポーツ少年団で野球を始める。海南市立下物第二中学校時代には南式野球部に所属。3年時に当主へ転校した。和歌山県立和歌山商業高校への進学後は、 三年生の春に近畿大会で準決勝に進出。しかし、春夏とも甲子園球場での全国大会に出場できなかった。三年生の夏から肩や肘を痛めていたが、秋にはプロ志望届を日本高校野球連盟へ提出。しかし、ドラフト会議でどの球団も指名を見送ったため、卒業後は立正大学へ進学した。大学時代には、 一年次の秋から、東都大学野球のリーグ戦に登板。二年次の春季リーグ戦では、エースに定着するとともに、リーグ3位の防御率1.41、4勝を記録した。三年次の春季リーグ戦では、球速が最速で、時速 150km に到達したが、中盤以降の不調で、チームは最下位に沈んだ。秋期リーグ戦では、序盤に出遅れながら、 終盤の勝負どころで3試合連続の関東勝利。総武61年目の初優勝に貢献するとともに MVP 最優秀投手賞を受賞した。さらに、この優勝によって出場権を得た明治神宮大会でもチームを優勝に導いた。その一方で4年時の春には右肩を故障。その影響で春季リーグでは三勝にとどまった。結局、 在学中には、東都大学一部リーグで、通算37試合に登板。15勝14敗、防御率2.15、187奪三振という、成績を残した。また、チームが2部に降格した4年時の周期リーグ戦では、2勝2敗を、記録した。2010年のドラフト会議で、千葉ロッテマリーンズから2巡目で指名。契約金7000万円。 年俸1500万円という条件で入団した。背番号は33。2011年は大学4年時に痛めた右肩のリハビリで1.2、軍とも公式戦への当板なし。2012年8月2日の対北海道日本ハームファイターズ戦で救援投手として1軍初当板。同月5日のオリックスバファローズ戦で7回表から当板始発勝利。 一軍公式戦で中継ぎとして26試合に、当番、防御率0.36,6ホールド。2013年は、プロ入り後初めて開幕一軍登録。シーズン序盤は31回1、3を投げ29四球。一軍公式戦28試合に、当番、3勝0敗3ホールド、防御率4.02だった。2014年は、開幕二軍。 一軍公式戦14試合に登板、シーズン初登板の対埼玉西部ライオンズ、戦では5失点を喫した。2015年は、イースタイ公式戦20試合に、登板、6勝5敗1セーブ、防御率3.97で、4年ぶりに一軍公式戦、登板なし。2016年1月、知人の紹介で前々年から交際していた柴田と結婚。 春季キャンプで一軍に抜擢され、三年ぶりに開幕、一軍入りする。序盤はビハインドでの登板が多かったが、中継人の相次ぐ故障による離脱で、セットアッパーの役割を担うようになった。この年は57試合に登板し5勝4敗16、ホールド、防御率2.74と、自己最高の成績を残した。2017年は、 右肩の違和感の影響で一軍登録が7月になり、19試合の登板で5ホールド。2018年もセットアッパーとして35試合に登板したが、7月20日のオリックス戦登板後に、下半身の脱力感を訴え、病院で検査の結果特定疾患の黄色人体国家症に罹患していることが判明、8月17日に手術を受ける。 2019年8月15日の日本ハム戦で1、軍復帰当番、1回を無失点に抑えた。この年は4試合に当番指令賞1敗、防御率12.27だった。ストレートを中心に、切れ味鋭く落ちる、フォーク、100時速 110km 台の緩いカーブ、スライダー、ツーシームとのコンビネーションが持ち味の本格派。球歴が似ていることから、同郷を呼び、 大学の先輩にちなんで、西口文也二世と呼ばれる。大学時代には、ストレートで最速時速 151km、常時時速 140km 台をマーク。請求力も比較的高かった。4年時に右肩を痛めてからは、ストレートが最速時速 144km、常時 130km 台にとどまるほか、 請求を乱しやすくなっているが、2016年3月29日楽天戦にて、時速1 4 9キロメートルをマーク。ありがとうございます。